30分ぐらいこの状態が続いてましてね、30分ぐらい、もうなんかね、早起きしたのがもう なんやねんっていうような状態です。はい、でこれね、田舎やな、まあ、京都人って言った方がいいやろ、田舎の人とかに特に見られる傾向なんですけど、50キロのところをね、50キロのところを60キロしか出せへん。確かにね、60キロ以上出ないんですよ、スピードが。でかと思いきや、下り坂になると、下りになると70キロぐらい出てんねやんか、下りでは。で70キロぐらい出てんねんけど、ブレーキをね、死ぬほど踏むねん、ブレーキを。あの人たちエンジンブレーキって分かれへんのかなと思うんな。特に安い車やな、安い車もう今時ないと思うけどね、エンジンブレーキかけんと、下り坂でブレーキかけて一生懸命ね、スピード出ないようにしてブレーキ踏んでんねんが、ずっと。そのうちブレーキ効かなくなるんだよな、あれ。それかブレーキパッドがちびるだけやっていうの。30分ぐらいこの状態ついたらしんどいで。で一回ね、もうどないしても我慢できんから、パッシングして後ろから来ますよってやった後、追い越しかけたんですけど、前から行けると思ったところやったんですけど、オートバイが前に見えたのよ。反対車線のオートバイ見えたらもう無理なんよな、バックするしか。危ないねんって、スピードが見えへんから、相対速度がね、読まれへんから。でその後もうずーっと30分これやねん。もうなんか罰ゲームやってるみたいな感じやな、ほんまに。でこう今40キロやめて下がんねん、スピードバーン。40キロぐらいで、40キロやでこれ。僕がね、持ってる車はね、どっちかといえば回して走ってる方なんで、回して走ってるから、だいたい70から100キロぐらいが一番効率よく走ってくれんねんけど、この40キロってね、あれけど40キロとかでやったらもうエンジンがね、回れへんねん。で1台前が30分以上前やねんけど、あれなんか、窓から兵庫に入った、引き続き操縦を頼む。窓から手出してね、なんかやってんねん、ずっと。今時窓から手出して乗ってるやつなかなかおらんで、みたいなことをやりながらね、なんかあるんやろな。大阪に入った、流行る気持ちを抑え。まあひどいで、兵庫に入った、引き続き操縦を頼む。昔流行ったフレーズやけど、お金持ちの人ってね、いい車乗ってんのよな。お金持ちの人いい車乗ってんね。でまあ警察の取り締まりって事故を起こしやすい確率の高い車から取り締まっていくんや。ほんだらコロナ日やったら軽自動車がまず狙われんねんな。軽が狙われんねん。でもしくは挙動不審な車やな、やねんけど、お金持ちの人がいい車乗るのはね、ステータス、いい車ね、お金持ちの人がいい車乗るのはステータスの一部分もあるんですけど、もう一つはね、やっぱりそれなりにスピードが出るからやねんて。このね、60キロぐらいやな、これ今50キロぐらいまで落ちてるけど、50キロのとこ50キロで走ってるこのね、時間の無駄っていうのが、この人たちは当たり前なんやろうな。僕ね、すっごい時間の無駄やと思うね、こういうのって。時間の無駄、70キロぐらいで行ったからって言ってね、100キロ走って10キロぐらい
かな、10分か20分しか変われへんと思うけど、この無駄な10分がね、あの1日24時間や、1日24時間しかないっていうのは、みんなに平等な24時間しかない平等さの中からね、あの40キロとかのところ40キロしか出せへん人と70キロぐらいでスパーッと移動していく人と比べたら、時間すっごくもったいないと思うんだよな、これで。追いつかれたと思ったらやっぱり行かせるっていうの、僕も何回か行かしたことあると思うんやんか。まああんまり追いつかれることめったないんやけど、ないねんけど、追いつかれたらやっぱりもうすぐに譲るしかないねんか、たとえなどんな車乗ってようとや。でそれをね、俺は60キロで走ってんねんとか言って、50キロの60キロで走ってるやんみたいなことをやってる人たちと、なんかもうかま、こういう人かまうのがもう時間がもったいないと思うな。すっごくもうね、無駄な時間使ってるっていうの。でこの真ん中のタントがなんかがブレーキをよく踏むねんこれな。タントですら追いついてんねんこれ。一番先頭を走ってるこのトヨタのなんかよう分かれへん車が一番渋滞作ってる。今もう50キロかカツカツ50キロ超えるぐらいのスピードしか出してへんねんか。もう多分あのあれなんちゃう、あの俺ここ先頭走ってんねんみたいな、なんかねよく分かれへん、なんかあの先頭走ってんねんみたいなところが なんかこうあれなんか、それから窓ブラブラ手出してブラブラしてるから、後ろから追い越して来られへんから、それに優越感に浸ってるから二択やな、運転二択。僕も今日はね、昨日ちょっと早めに寝ましてね、今日はもう大阪ちょっと出ながら用事どうなしてもあってね、もう不本意やけどやで、不本意やけど大阪出なあかんねんけど、もう用事が終わったらもうすぐ帰りたいねんやんか。今日は僕にメリットが何にもない、メリットが全くない状態で、出なあかんから、もう帰りたいねんって。でちょっとね、田舎の家でちょっとあることがあったんで、ちょっと戻っとかなあかんねんか、ちょっとの間、ちょっとの間ね戻っとかなあかん用事があんねん。昨日の夜ちょっと発見したんやけど、戻っとかなあかん理由があるんでね、ちょっと早く帰りたいねんって。ほんま行きたくないんやけど、行きたくないんやけどやで、このね行かなあかん理由っていうのも僕が作った理由じゃないんやんが、僕は別にね見殺しにしてもええねんけど、見殺してもええねんけどやで、後でなんか言われんの嫌やから、しゃあないから俺出てんねんやんか。結局出るんやったらもう思いついた時出た方がええしね。今日できることは明日したら、また明日できるであろうことがまたできんようになるから、まああんねんけど、まあひどいこの渋滞は。せっかく早出てんのにやで、何のメリットも何も、そうやったら早朝の方がええわけねんて。5時とか6時ぐらいのところバーン行ってる方がひどいね。このまま高速乗るかなと思ってるぐらいで2000ほど出して、付き合い切られへんねん。もうこっからはもうあれ2車線になるから、もう追い越し車線な、反対車線出ることなしや。だからもうパッと抜いて、抜き切ってや。
まあけどね、ここで言う話じゃないけど、管理されなあかんって人間ってもう、人間としての能力値が低いんな。管理されなあかんっていうの。なんでやろうっていうぐらい、管理されなあかん。で、物を大事に使わない。物をね、大事に使えへん。物を大事に使えへんやつは、おそらく物を大事に使えへんやつはね、ええもんこうたってもあかんねんで。どうせすぐ潰すねんから。ほんまやったらええで。なんか困ったことあんねやったら、お前こうときやって、後よりお金渡すから、の、これができひんねん。後で渡すから買っとけや。これできひんねん。なんで言うたら、その、出しといてくれやっていう、出しといてくれやがないねん。めんどくさいね。昔やな、うちの親父がよう言った、小学校、僕らが小学校でよう言うとったけどね、車乗ろうと思ってんのにやで、車乗るときに前に人を不愉快にするなとかっていうのはね、なんとなくわかんねんな、こういうときに。本当にルーズや。関わらんでええやんって、ほんま関わりたくないねん。けどね、関わっとけへんかったら、関わっとけんかったらね、後でね、ひどいことになった時に、責任だけこっちに持ってこられたら困るからな。ひどい。で、また今日らライダーが湧いてんねんけどやで。ライダー湧いてんのはええねんけど、一人としてこの人うまいなっていうライダーが一人もいてないとこがすごいよな。格好だけは一人前やねんけど、わあこの人すごいよなとかって思うような人っていないのよな、これ。なんかで流行ってんねんやろけどな。まあ、うち行ってるオートバイ屋さんにも言うとったけど、まあ今はオートバイってコミュニケーションツールやから、携帯電話と同じで。今日ここに来るまでの間も見たよ。なんかわけのわからへんハーレーダビッドソン乗ってる人とかね、アメリカの旗がなんかつけてんねん、後ろにパタ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 って旗がなびいてんねやんか。お前アメリカ人じゃないやんけとかね、アメリカ人じゃないやんけとかなんか、そんな人が5人ぐらい集まってなんかやってんねやんか。あんなね、集団かなんかがおってね、話しかけてこられたら、僕やったらもうちょっと今忙しいんでって言って、もう速攻で断るけどな。ひどい。これに、だからこれ大阪府にも入ってんねんけど、大阪に府に入った、この混んでそうに見える、一見すると混んでそうに見える、このアクションの方が、実はね、車速は速いんやで、車のスピード自体は。車速はこの方が速いね。2台ぐらい、3台前かな。3台目ぐらいにある、プリウスがしょぼいだけでやで、今も。多分ブレーキ踏んだんやろな、トラックと。曲がるとこでやな。曲がんのが嫌やから、2台で。こうやって走ってたらわかんねん、しょぼい車がどれかっていうのが。渋滞の原因だ、ね、トヨタもな、トヨタもお金出すからって言ってね、何でも車売ったらええいうもんじゃないと思うな、僕は多分。
無理やりこの車線に入りたいと思ったら、ただに右折したかっただけみたいな。わからんわ。信号あかんなってから行ったらええやん思うけどな。あんなとこはやっぱりそういうとこ考えへんやろな。もう一回これやって考えたら、これやって思いついたらもうそれしか思いつけへんやろな。いろんな可能性を探らへんっていうの。ひどいなこれ。この辺は特にね、ちょっと中途半端な、車の流れやねん。ここね、ね、事故がない。この辺、この付近ではね、一番事故が多いとこやねん。ここ。事故が。まあ、一回通るたんびに、行って帰ってくる往復の間やったら、行って帰ってくる往復の間にね、まあ、事故してんでっていうぐらい、本当に事故が多いとこや、この辺な。まあ、上り下りがあったりとかするせいもあるんやけどな。